ここで私カトリーナが街中で出会った小諸の人たちをご紹介するコーナーカトリーナのめぐりーナをお送りします3回目の今日は小諸市かますにある隠れ家カフェダントコーヒーの店主牧野聡さ,さんをご紹介しますダントコーヒーは牧野聡さ,さんと奥様の幸子さんがご夫婦で経営されています10年続くこのカフェは ジャズとバラを愛する牧野さんのこだわりが詰まった素敵なお店ですお店の前には広々としたお庭があり6月にはきれいなバラが咲き誇ります今の季節は紫陽花が見ごろです店内に入りまず目に飛び込んでくるのが大きなスピーカーとビリーホリデイのポスターですスピーカーからはマスターの大好きなジャズが流れ 癒しの空間が広がっていますそんなダントコーヒーのこだわりは毎日焙煎している新鮮なコーヒーです一番人気はオリジナルブレンドブラジル、コロンビア、カテマラの3種をブレンドしています入れ方には段階があり私は今回深入り焙煎であるシティローストをいただきました深入りの最初の段階であるシティローストは 酸味と苦味のバランスが取れた飲みやすい入れ方です飲みやすさの中にもコーヒーの苦味が感じられコーヒー初心者の方でも楽しめる一品だなと感じましたそんなダントコーヒー、店主の牧野さんは元テレビカメラマン、30年以上勤めた大ベテランです今回テレビ業界での苦労話も聞かせていただきました燃えている20代、楽しみながら頑張ってねとエールをいただき 大変励みになりました牧野さんありがとうございましたカトリーナのメグリーナ3回目の今日はダントコーヒーの牧野さとしさんをご紹介しました音楽や演芸が好きな方またコーヒーが好きな方もぜひ行ってみてくださいねカトリーナのメグリー次回もぜひお楽しみに